はい、どうもこちら、アラショーです。ということで、今回はですね、わがままボディから10キロ痩せて、ぽっちゃりボディになった料理の一部をご紹介していきたいと思います。ちょうど去年ぐらいに、マイナス10キロのダイエットに成功することができて、まあ、その時にやってた料理の方を今回ご紹介していこうと思います。で、とは言っても素人なんで、栄養価とかが正しいってわけじゃないんで、あくまでも参考程度にしていただけたらと思います。それでは、早速やっていきましょう。レッツラゴー。お、どうしようかな。どうしたんですか。もうステーキを、コストコのステーキを使って料理作りたかったんですけど、1個しかないの。ハムちゃんの分も作ろうと思ったの。とりあえず1人分作ったら。じゃあハムちゃんも食べれるように別でもう1個作っとこうか。別料理、まあもうワンパターンみたいな感じでいいか。こっちとこっちは、こっちも実際やれよって分だけ。じゃあやっていきますって言ってもほんまに誰でも作れる感じなんで。じゃあまず1個目の肉、こっちが今回メインで紹介する予定だったコストコのステーキでございます。前回のコストコの動画で買ってたステーキです。で、今回これが本当は2つ使いたかったんですけど、2人分なんで1個しかなかったんで、もう1個がこちらのお肉でございます。ポンを使ってやっていきたいと思います。1人分だったらこれ1個で十分だと思います。じゃあまずは凍らしてたんで解凍していきたいと思います。で、この間に玉ねぎの方を切りたいと思います。これはコストコじゃないんですけど、コストコにも玉ねぎ売っとるよ、でっかいのが。あれちょっとさすがにでかいけん買ってないんですけど、2人で1個って多いかね。いいんじゃない。いいよね。皮むき、あ、ちょっと切りすぎたから。この玉ねぎでかいね。玉ねぎどうだろう、あんま切り方知らん。こういう風に結構ざっくり切ってきます。あら、全然こっちうまくいかん。なんでこっちは型が崩れる。じゃあこういう感じで切っておきます。ちょうど解凍も終わって玉ねぎ切れたんで、次はフライパンを準備します。で、フライパンにこのアルミシートを引いていきます。なんか最近包んで焼くのにハマってて、お肉と玉ねぎここにぶち込んで包み焼きステーキみたいな感じでやっていこうと思います。包み焼きハンバーグってあるけどさ、包み焼きステーキってないんかな。ステーキの方だけ包んで、片方の玉ねぎだけステーキと一緒に置いてやりたいと思います。で、火つける前にこのブラックペッパーをかけておきたいと思います。でもなんかこれかけてもあんまり味変わらないような気がするんだよね。味覚がちょっと鈍いかもしれない。こんな感じで包んだら蓋をして3分今からこのまま放置します。ニョロニョロさんがいます。で、今回はこっちのお肉もあるんで、今から別のフライパンでやっていこうと思います。まずは解凍したのをフライパンに置いて、で、玉ねぎをぶち込みます。じゃあこっち火をつけて炒めていきます。見えやすいようにこうしよう。このトングめっちゃおすすめだよね、めっちゃ使いやすい。無印のやつめっちゃいいよね、しかもプラスチック素材、プラスチックじゃないか、柔らかい素材でて、フライパンにも傷がつきにくいし、嫌な音するんじゃないですか。で、こっちには塩コショウで味付けしたいと思います。3分経ったんで、こっちのステーキの方をひっくり返していきたいと思います。見ますか、開いたらこんな感じです。美味しそう。じゃあひっくり返します。よいしょ。玉ねぎさんもちょっとそろそろこうバラして火が通りやすい。よし。で、ここからまた包んで、また3分やっていきます。ちょっとさっきより弱火にします。よいしょ。こっちはもうなんか普通に焼くって感じですかね。
夜はお肉ですか？お昼は。お兄さんの分じゃないよ。え？でもいっぱいありますよ。二人分。じゃあこっちはもういいかな。結果に出します。お願いします。はい。良さそう、できました。じゃあお肉切っていきます。よいしょ。どうこれ焼き加減。カメラ越しだとね、めっちゃ赤く見える。マジ？その下のさ、汁、うんうん、あるじゃん、あれがめっちゃ鮮やかで赤く見えるでも実際見たらそんなだよね、うん、気になる人は焼いた方がいいと思う。で、仕上げにですね、玉ねぎを飾っていけば、よいしょ、よいしょ。はい、ということで完成しました。まあ今日これ2人分なんで2つ作ったんですけど、1人で食べるときはこっち1個で、違う日はまたこっち1個っていう感じで僕は食べてました。じゃあ早速食べていきたいと思います。お、じゃあいただきます。で、納豆も一緒に食べたりします。あとは玄米をちょっと少なめでこれぐらい食べます。で、お米をかさ増しするためにキャベツとかをかけて食べるとかさ増しされるので、キャベツでかさ増しして食べるようにしてます。で、キャベツにドレッシングかけるとカロリー高かったりするみたいなんで、納豆をドレッシング代わりとかで食べたりします。僕、納豆で一番好きなのは九州本仕込みの納豆です。これがね、一番うまいですね、やっぱ。で、ステーキを食べていこうと思うんですけど、ステーキは醤油とわさびのわさび醤油で食べるか、そこにニンニクを追加するかで食べるようにしてます。それか、この間コストコで買った塩なんですけど、こういった塩だけとかで食べるようにしてます。で、たまにご褒美でマヨネーズもちょっとだけ使って食べます。結構わさび醤油ニンニクとかも美味しいんですよね。よいしょ、これ。あ、うまっ。コストコのステーキってめちゃめちゃ柔らかくて、いきなりステーキとかで食べるステーキ並みに美味しいっていう風に僕は思います。うん、じゃあ今回はこっちも作ったんで食べてみたいと思います。じゃあ玉ねぎとお肉を挟んでいただきます。ステーキよりももちろん分厚くなくて、カルビーに近い感じなんですけども、カルビーの中でも本当にちょっと僕が普段食べるカルビーよりも1段階上のカルビー的な感じで、めちゃめちゃ美味しいです。しかもこのお肉もめちゃめちゃ柔らかいです。もう今コストコに1年ぐらい通って結構食べてるんで慣れてきたんですけど、本当食べた当初はめっちゃ柔らかいっていう風に感動してました。じゃあちょっと次はニンニクも追加していきたいと思います。わさび醤油にそのままニンニク追加します。玉ねぎめっちゃ余ったな。予想外に多かった。今回今肉肉しい料理だったんですけど、最近野菜もめっちゃ好きになって、夜ご飯とかは野菜ばっかにしてもらうこともあります。野菜の炒め物とか最近好きよね俺ら、うん、出ました。
で、こういうのなかなか残したくないってなって腹八分だけどついでに食べちゃおうって言って結構食べてしまってた自分が昔はいたんですけど、最近は次の食事の時食べるようにしてます。そこで食べちゃったら頑張ってきたものがもったいなくなっちゃうんで、そういう感じにしております。まあ、このステーキの方は食べれそうなんで、こっち側はラップしてまた夜食べたいと思います。うん、お、はい、という感じで食べ終わってはないんですけども、食べ終わりました。これは次の食事で食べたいと思います。わがままボディからぽっちゃりボディになった食事編でしたが、どうだったでしょうか。って言ってもまあ栄養のこととかあんまり知らないし、プロのそういった人とかに比べたら全然知識はバリバリ少ないんですけども、少しでも参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。